生版タイガーファンディンィグ夢に踏み出せ自分の思う方向で言ったらいいしまあちょっと緊張しちゃうかもしれないんだけど100万円って大きいしそのお母さんにも出してもらって学費を。でも 出してもらうっていう点ではお母さんに出してもらうこともここの虎の方々に出してもらうことも変わらないから、はい、そのお母さんへの返済をま優先して虎の,の方々への返済はどうなるのっていうのはちょっと疑問点になっちゃうからそれをまあどうしようと思っているかは落ち着いて考えて <laughs> ちょっと笑えたらなっていう感じですね。 なんか普通だと「はい、株式会社モノリスジャパン代表岩井義明」「令和のトラチャンネル」主催として日本屈指のビジネス系 YouTube チャンネルを育て上げる志願者の思いや人柄にベットするそのスタイルはまさに永遠の応援団長志願者やトラ時に視聴者にまでも縦横無尽に放たれる魂の一括に今宵誰が打ち抜かれるのかなんか普通だともしあなたの言うように返しますだったら。はい わざわざ投資って書かなくて融資のところに書けばそれで答えは出ちゃうし解決しちゃう問題なのね、はい、本質的には借りたお金を返したいと思ってるんでしょうかはい思ってます思ってるよねきっとね、はい、だったらもう一層投資じゃなくて融資って書いた方がよくないですかそれとも融資でなんかそういう契約書をちゃんと残して交わすことが怖い感じですかあい,いえあのまた あの母が再発をしたりしてしまったりする可能性もあるのでその場合はやはりそういった部分の金銭的な支援の方にお金を回したいというのがあるので大学卒業する頃に母も安定していてあの家計の状況として問題がなければあの返済をしていきたいというふうにそのことが最後の2行に 2>、はい、現状は未来に母が生きていられるか分かりません。 なので、今回は、投資での出資形態にさせていただきました。って書いてあるわけですね。すなわち、このままお母様が健康でいらっしゃったならば、予定通り返せますと。でも、万が一お母様に不慮の状態が起こってしまった時には、そこに対してお金がかかってしまうので、返済が後回しになりますっていうことが言いたかったんじゃないかなって僕は思うんですけど。合ってる、はい、はい、そうです。 ありがとうございますいいえ、そん,なもんね、<laughs> そんな感じなんですよ。だそれを皆さんが含み置きいただいた上で、融資でいいよっていうことにするしかなくないですかね、これそりゃ、お母さん死んじゃうそうなのに、それで治療費払わずに返済優先してよって言いませんって、<laughs> <laughs> <laughs> 大丈夫ですって。<laughs> これ <laughs> 質問しても大丈夫ですかしようね <laughs> ちょっとまあ単純な疑問なんですけども淑、はい、徳大学にした理由は、はいはい、これはまあ私立の看護学科じゃないですか、はい、そこを公立とか国立にする選択肢はなかったんですか はい、えっと、学校選びに関しましては、えっと、薬学部の方を辞めたのが9月で、本当に時間がない中で、ゼロから学校を探して、私の今の現状で合格可能性のある4年生の看護学部を探した結果、宿徳大学に合格をいただいたので、そちらに入学を決めたという形になります。 はいえっと、国立であったり公立だとどうしてもやはり私の成績では少し入るのが難しかったので私立の、はい、大学に入学することにしました。うそうでアレサ先生納得いってないかもしれないですけど医療系の大学って入ったら辞めない限りはその職に就くんですよ。なのでで大学に入ってる時点で にが決まってる時点でもう、看護師になる人なんですね。うんうん、もう、徳永さんは。なので、もう看護師として見た方がいいぐらいです。<ー>だから、一秒でも早く、大学に行った方が、彼女にとっては、メリット大きいんです。だから、そういう選び方は、僕はめちゃくちゃわかります。あ、ありがとうございます。いいと思います。い,ますいや、一年半経ったとしても、国立行った方が百万以上いくんじゃないの。いや、障害年収で考えたら、絶対早い方がいいです。 もうそれはそうですけど、もう三木先生はゆっくり行きましたね。三木先生はゆっくりか行きましたね。四年ぐらい。あのだから共感することしかないですね。もうん、<laughs> 国立行った方がいいんじゃないかなって思いますよね。これはね。確かに一年分のねノアあるけど。決まってしまってるのでそこをちょっと覆すのは難しいとは思ったんですけど、単純に学費とかまあお母さんのその責任を持ってっていうのはもしかしたらそういう意味もあったかもしれないし。 まあちょっと私よりもあの徳永さんの方がお母さんのお気持ちは分かると思うんですけどもこれから大学に行った後のどんな看護師さんになりたいかとかちょっと話を聞いてもいいですかと大,大学に入学後はもちろん、えっと、大学での勉強をしっかりとあのやらせていただいて。 成績も現時点では特特生生でではないいいいので特大生を目指してししてててっかりとと勉強していきたいと考えていますまたと手話のサークルなどが宿徳大学にあって手話などを身につけて難聴の方であったり脳にがんができてしまったりする方によっては途中で耳が聞こえなくなってしまうような方もいらっしゃるのでそういった方ともコミュニケーションのとれる看護師になりたいと考えております。 ありがとうございます。ずっと私立で来てるもんね。私立ですよね。はい。広学園小、こう、はいう。これ、ここめっていいんでしたっけ。はい。ね。そうです。で、薬学部の私立に行って、中退して、また私立だもんね。これで、また百万円ちょうだいっていうのがね。やっぱ、ここら辺がね、やっぱ。うん。ちょっと気になっちゃうかな。うん。僕はもう医療系だったら、もう一秒でも早く行った方がいいと思うんで。私立でもいいなと思って。人のお金使って、でも。その後に返せば。 はあ、ボーンと返せばいいいじゃんっていう,ふうに私立大学への進学その選択をめぐり虎たちの意見が分かれる一体どう転がる虎たちとの問答は続く普段の受験生版だとまだその受験してない子たちが来るんで、まあ、僕なんかその受験屋さんなんで成績はどうなのとか勉強時間はとか、まあ、質問したいところなんですけど、まあ、今回もう決まっちゃってました多分もう 前期だからまあ、はい、り確かに国立論っていうのもまあすごういう分かるんですけどでも多分ほぼ変更不可能な状況だとそうどんな看護師さんになりたいですかっていう質問以外なんかちょっとなかなか湧いてないが申し訳ないんですけどただからまあ今になって国立云々ぬっていう話はまあ出すのは致し方ないとしてももう彼女は前期の授業料を払ってしまっているので方向転換っていう話にはならないのであくまで自分は いやここは1年待ってでも国立に入った方がいろんなことを考えていいんじゃないと思えば出さないという判断をしていただくしかないと思います。まあそうですね僕も9月から時間がなかったとかその時に限られた選択肢だったとかっておっしゃいますけどそこで一生懸命勉強したら国立を行けたんじゃないかとかあとはそれで1年半で国立行けたんじゃないかなあと最悪ですよ。そのえー、この 紙を見る限り、最悪どうにか区面はできるみたいなことが書いてあるんで、そう考えるとそんな僕たちが100万円出す意味ってどうなんだろうって思うんで、あんまり出す気持ちにはならないんですけど、なんかそんなことないっておっしゃる方がいるんで、<え>あそういうものなのかなと思って、確かに生涯年収はね、うん、違いますよね。うですよ。うん 自分確認したいことがあって株式会社ドラゴン教育革命代表坂田誠一郎しずる村上の元相方公立小中学校での教室生活を経て法人2社を経営多角的な視点から業界を切るつぶやき発信で広く支持を得る全ては子どもたちの笑顔のために教育革命家が受験生の新しい未来を切り開く自分確認したいことがあってとりあえず今一番不安に感じていることっていうのはお金ですか そうですね。金銭面です。ああ、うん、うん、で、今、前期払ったんですよね。はい。で、後期以降ってこと、あと三年半分は必要になるってことでいいですか。あ、はい、そうです。で、その三年半分は、まあ、奨学金って、なんとかなるんですか。えっと。 現、現時点だと、3年分は奨学金、えっと、2024年度からの3年間分はおそらく給付型と、あと、2つほど、日本奨学金支援機構と、あともう一つ、借りないとちょっと学費を全て賄うというのは難しいだろうというふうに、あの、言われましたので、両方を併用する形で、あの、借り受けという形で、はい、学費は何とかしたいと思っていて、の、その、 今年度の2023年度の後期の分に関してだけは、そのできれば奨学金ではなくてこういった形で調達をできればなというふうにうん、うん、はい考えております。このお金があればもう学力、はい、ああの学業とかにも専念して、はいえー、いけそうだということでいいですか？はい。うん。なんか意外と話聞いてないですね。全部先に言いましたよ。彼<あ>彼女は <laughs> すみません。はい え、全部僕理解できてたんですよ、その話。あいや、そうですね。ですよね。はい。で、こう気分は借りられるけど、はい、もらった方がいいからっていうので来てるっていうことですよね。うん。はい。虎の人たち結構ね、話聞いてないですよ。すみません。<laughs> マジで。今のは聞いてた。すみません。<laughs> <laughs> すみません。いや,<う>いや、だから借りれるって聞いてるとなんか出すモチベがね、これがないと終わっちゃうっていうんだったらそうなんだけど、みたいなところあります。ちょっと話題変えて、いいですか。はい。あの、 目標とさ、ちょっと紙に書いてある、がん科学療法看護、認定看護師、将来になりたいとおっしゃってるんですけど、はいはい、これがちょっとどんな資格で、えー、まあ例えばその、それまでになんかいろいろ勉強しなきゃいけないって書いてあったんで、どういうふうになれば、その認定がもらえるのか、ちょっと教えていただいてもいいですか。はい、えっと、がん科学療法、に看護認定看護師というのは、あの、がんの科学療法、いわゆるあの薬物療法であったり、あの、そういった、 治療に対しての看護に特化した資格となっております。そういった部分での患者さんのメンタルのケアであったり、薬についても、あの、深く学んで、本当にその分野に対してのスペシャリストのような、あの、資格になります。あそれを持ってると、じゃあなんか普通の看護師さんよりも、よりこうなんかこう手厚く。 サポートというか看護ができるという仕事に就考えて申し上げすけど、より手厚くサポートがはい、はいはい、できるようなあの資格となっております。そのがん化学療法看護認定看護師の資格取得のためには大学の4年間にプラスアルファでえっと約5年6ヶ月必要となりまして、<ー>あの看護師の資格にプラスアルファで取るはい資格となっております。へ えっと、大学で取得できるのは看護の資格で、えっと、その先に就職後、えっと、5年間実務研修を積んで、その後6ヶ月間、癌科学療法看護に特化した研修課程がありまして、その研修過程を経た後に、資格試験の受験資格が得ることができて、それを受験し合格すれば、あの、資格を得ることができます。 ありがとうございます。はい、薬学部を辞められたのは、はい、学費の関係ありますか？高いじゃないですか薬学部ってそれはあんまり関係ないですか？はい、学費の関係もありました。ただえっと、うん、一番はやはりあの薬物師ではなく看護の方に進みたいという、うん、はい思いが強かったのが一番の理由です。なるほど薬学部にいれば奨学金は問題なく出ましたよね。はいただ奨学金 だけでは足りなくて奨学金を2つ併用して借りても月4万円ほどあの足金額が出るような学費の学校だったのでうん、うん、そういった部分でも金銭的に難しいというのもあってけどなんかね本当僕の想像力が至らない点があるかもしれないですけど、ね、お母さんが大変で逆学部中退するかなって思うんだよね。 大学中退するもちろんやりたいこともあるとは思うんだけどその本当にお母さん大変だったらそれ中退してる場合じゃないんじゃないかなってお母さんもすごくいいお母さんで理解もしてくれて応援もしてくれると思うんだけどでもこうやって中退しちゃってまた新しいね大学行ってそうすると奨学金の問題とか起きちゃってこうでもちろんね長い将来を見たらいいのかもしれないんだけどそうするとお母さん本当に大変な状況なのかもしれないんだけど。 ちょっとそんな自分だったらそういう状態で大学中退しないなって思っちゃってそこをもうちょっと教えてもらえますかはい、えっと、本当におっしゃる通りでそういった意見も一つとしてはあるかと思,思います私の場合は本当にいろいろと真剣に考えて金銭的な面でも薬学部に6年間通うのと看護学部に4年間通うのどちらがいいのかという,方いうところも検討を ししてあの考えました薬学部に通っていると、本当に、あの、月4万円をなんとかしなければいけない。そこにプラスアルファで生活に関わるお金であったり、そういったものも調達しなければいけないとなると。看護学部に行ったら、今だと、次の大学だとそれが和らぐ。はい、和らぎます。4万円足りなくならない。はい、あの、学費は全て奨学金の範囲内で納めることができるので、うんね、そういった面での、はい、負担も、 えっと、母の負担も減らすことができますし自分自身ももし母に何かがあったときに <laughs> 生活面であったりサポート近い立場でサポートすることができるので看護の道に進んでこん,なこんな泣かせちゃうと効果の差がっちゃうよ、はい、出しておくよ萱 <laughs> <laughs> さんから30万出ました頼むってうもう気持ちだけね これはちょっとトラフりだよこれ出さないとまずいじゃんこれ大学受験してほしいけど国立行ってほしいけどちょっと <laughs> あの今林先生からまあいろいろ質問があって話を聞いてて徳永さんを責めてるわけではないと思ったんですけどもさっきからずっと涙が止まらないじゃないですかそちょっとそこの理由を教えてもらってもいいですか。 どういう、なんか、気持ち、どういう気持ちが、今。いっぱいいっぱいになってるんですか。申し訳ありません。えっと。あ、ゆっくりで大丈夫ですよ。<laughs> こうやって、あの。受験生タイガーフン、ーファンディングに出演する。チャンスをいただけて。こうやって、あの。本当に初対面で、あの。こうやって話を聞いてくださっているのに。 こんなにもずっと泣いてしまっていて、お話を止めてしまうことも多くて、それが本当に申し訳ないし、伝えたいことがすごいいっぱい心の中にあるんですけど、うまく言葉にできなくて、それがすごい、不甲斐なくて。じゃあ、ゆっくりでいいので、今一番、なんか、 伝えたいことがまだできってないってことですよねいやっていうか彼女がこうやって喋ってるバックボーンにはお母さんのこととか弟のこととかあんだよあるから泣けてくんだよそこへえぐらなくていいよって俺は思うけどねしょうがないじゃん泣けるのは泣くなら泣きゃいいじゃん別にそう泣く、はあ、泣くことは悪いことではないんですけどそこを責めたいわけではなくて もしかしたら言いたいことがあるんだったら聞いてみたいなと思って今質問しました家族への思いを涙ながらに話す志願者その言葉に林が30万円を積む中盤戦場が動き始めるタイガーファンディング一体どうなるに特化ししたススペシャリストとして がんで苦しむ方もそうですけれども何よりも一番身近くにいる家族の母を支えられるようになりたいです受験生万タイガーファンディング志願者募集中夢に踏み出したい熱意のある方大募集詳しくは概要欄から